渡辺大輝選手です。まずは先制点のシーンから振り返っていただきたいんですけども、コーナーキック合わせる形2戦連続でしたが、どんなイメージが入ってますか？トスから結構ニャーに鋭いボールが来るっていうのは結構練習場面にしてたので、そこにもう自信を置いてます。ありがとうございます。その後に通じだったなっていう感じのゴールだったと思います。これだけ多くの方がいらっしゃる中での試合はなかなかなかったなと思うんですけど、どうでしたか？やってて緊張感だったりとか楽しさとかありましたか？自分では緊張感で、緊張を感じてないつもりだったんですけど、やっぱりいざ入ると前半ちょっと浮き足だったり、ヘリングのところで、自分のタイミングで打てていけなかったりとか、そういうのが出ちゃったんで、もっと今日経験したんで、また次頑張りたいと思います。ありがとうございます。最後に、これも失点で、またさらに練習を10人伸ばしました。ここに今日来ていただいたファンの皆さんにも向けて、一言お願いします。はい、今日は勝つのでよろしくお願いします。皆さん、もう一度発表お願いします。続きまして、得点そしてアシストで2点に入りました川西宇宙選手です。皆さんお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。すごい暑いな、試合だったと思うんですけど、どうですか？いやー、暑すぎますね。暑すぎますね。やばいな。あ、特別暑さ対策とかってやっぱされてました？はい、とりあえず今回の評価を昨日の夜からめちゃくちゃなんですけど、足らないみたいですね。汗めっちゃ出てたんですけど、もっともっと飲みたい感じです。運動量の多さが汗の量に表れてるかなと思うんですけど、やっぱ YouTube でも紹介されていた内藤君に今日もやってと聞いてます。そうですね、皆さん、僕、YouTube やってて、週間ですね。そうですね、カタカナで週で、ひらがなでチャンネルで最近始めたんで、皆さん、購入全員、登録して帰ってください。購入の人も、全員、今 YouTube 開いて、YouTube 開いて、登録お願いします。ぜひ、新聞記者、ありがとうございます。ありがとうございます。5人ぐらいしかいないんですけど、皆さん、お願いします。してください。面白い動画あげるので。ぜひ見てください。マスターとのコラボするんで、ねえマスター、マスターコラボしようね。はい、ありがとうございます。皆さん楽しみにしててください。お願いします。ありがとうございます。今、掛け合いができたところで、ちょっと試合の方にも入っていこうかなと思うんですけど、ゴールとアシスト、途中出場から2得点に絡みましたけど、どんなイメージを持って試合に入られますか？とりあえず、暑いんで、後半の相手も落ちたと思うんで、落ちていくと。スペースは出てくると思ったんで、とりあえずそのスペースに走ろうと思ったらいいボールとか、もういいところに走ってくれたんで、感謝します、皆さん。ありがとうございます。最後、これだけ暑い中でお越しいただいたファンの皆さんに、一言お願いします。本当に暑い中、応援ありがとうございます。また、今年もホームゲーム、あると思うんで、皆さん、ぜひまた来てください。もっともっと暑い試合するんで。またもっとお友達とか、お父さんお母さんとか、それを連れてきて頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、川西宇宙選手の本日は発表お願いします。最後、松島監督よろしくお願いします。拍手でお迎えください。お疲れ様です。松島というのは、こう見える初めてだったかなと思うんですけど、いかがですか、語ってみて。思った以上にたくさんの方が暑い中、頑張りしてくれて、すごい嬉しかったです。こんなに集まると思わなかったので、本当に感謝してます。ありがとうございました。忘れる。ちなみに今、川西選手 YouTube の話されてましたけど、結構本気でやれます。シュがもうちょっと活躍してくれたら、コラボしようかなと思ってます。足りないですかね。でも一生懸命ね、カッターの方も頑張ってるし、YouTube の方も頑張ってるので、頑張ったらコラボしようかな。ありがとうございます。試合の方は前半なかなか点が入らない中で、後半に3ゴールということで勝利になりましたが、いかがですか？
そうですね、このカテゴリーで指名していくというのはやっぱりみんなが必死に守ってくるので前半からゴールを奪うというのはなかなか難しいというのは分かっていたので、これが少しずつ、ペース巻いてきて、こっちのペースに、なってきて後半は間違いなく、ほぼ自然の勝利、試合のアプリとしては良かったのかなと思います。ありがとうございます。これで公式戦10連勝で順位も上がっていってるかなと思うんですけど、そういったところも含めて先生の意気込みを皆さんにお願いします。はい、僕たちの目指しているところは関東2部というところなので、東京都リーグでどんなに勝っても最後勝たなきゃ意味ないので、僕らが目指すべきところは本当に高いところにあるので、皆さんもそこに目指して一緒に頑張ってもらいたいと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんの島川でした。どうもありがとうございました。感想お願いします。